日本栃木県宇都宮市、ゆ野のとゆ野の森は、栃木県宇都宮市の地名。現行行政共名でゆ野の森1丁目からゆ野の森8丁目まで設定されており、住居表示実施済み区域。郵便番号は321-3226。宇都宮市東部、清原地区の一地域で、UR 都市機構により1997年度から2012年度にかけて進められた。 宇都宮テクノポリスセンターと地区画整理事業により造成されたニュータウンの区域にあたる。住宅街のみならず近隣には清原工業団地や芳賀工業団地が隣接し、県道沿いには商業施設が並ぶ。若い世代向けの施設が多く、スーパーマーケット、ホームセンター、カフェ、クリニック、教育関係施設が立ち並ぶ。高齢者向け施設も3施設あり、 将来にわたって住み続けられる町になりつつある。開発前は畑や原野の広がる地域で総人口は約500人であった。開発当初は清原、羽賀の両工業団地を支える産業支援拠点、研究開発拠点となる予定であった。旧町名では大半の区域が野小屋町であり、その他仮沼町及び道場宿町飛び地だった区域などが 含まれる。宅地を分譲し始めた頃は、東日本大震災の影響もありほとんど売れなかったが、宇都宮ライトレールが地域内を通り、宇都宮市街へのアクセスの確保の見通しが立つと、人口が急増し、2016年には約1000人増加した。ゆいの森の名前は、UR 都市機構による公募で選ばれたもので、相互の助け合いで発展する街の姿を、ゆいとし。 その助け合いが自然豊かな地域にあることから名付けられた。計画人口は1万3000人である。2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。2017年7月31日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。 由いの森四丁目の県道宇都宮もてぎ線、JR バス関東を宇都宮支店により、以下の系統が運行されている。下記には、メインの経営地を表記しているが、便により、経営地は異なる。由いの森からの最寄りのバス停として、狩沼、清原台入り口、虎木産業創造プラザがある。ありがとうございます。